ミャオ族。ミャオ族は中国の国内に多く居住する民族集団で同系統の言語を話す人々はタイ、ミャンマー、ラオス、ベトナムなどの山岳地帯に住んでいる。自称は門族であるが、文は競技にはミャオ族の一種族に用いられる故称である。中国では55の少数民族の一つである。ミャオ族は 自称ではなく漢民族による多少である。中国国内では、妙と称するを得ないが、妙は差別と結びついて、やや低く見られるニュアンスを伴う。中国以外の地域では、主として自称門の人々が居住しており、近年は妙、門と併記することが増えてきた。なお、現在のタイのランプーン付近に、ハリップンチャイ王国、11から13世紀を追ってた門族は、 全くの別系統の人々である。東南アジア研究者の著作などでは必ずどちらの門族に言及するか断りを入れるのが普通である。近年では中国国外の人々は総称を門と表記することが多い。タイやラオスでは門で白門と青門に分かれる。ベトナムでは門といい黒門族、赤門族、花門族と多彩に分かれる。 タイベトナムでは、メオとも呼ばれるがこれは、無別語である。ミャオ族の演言を、漢代の、諸教、春天記載の、三内や、五漢所西南エビス伝の調査、武僚版に遡る説もあるが、現在のミャオ族との連続性は明らかではない。古代の三内以降、中国の諸書は長い間皆方民族を、ンと表記し、現在に繋がるとされる、文献上の、 内の所失は、壮大の正規五年、1194年、主子が、単州、現在の調査に役人として赴任た、西の、内を、五競番の一つの、最継承者とする記録、主子公衆七十一である。ただし、三内の国は、洋子公中流域や、道帝湖から洋子にかける地域、現在の湖南、湖北、高生にあったとされ、現在でも奇州省の宮尾族には、 先祖は、後世にいた、もしくは、東方の大きな川のあぜや水辺にいたという、口頭伝承が残っているので、相互を結びつけようとする学者や知識人がは、おそらく、宮尾族の先祖は、宋代以降の漢族の南化に伴って、様子交流域から山岳内陸部に移動してきたと推定されるが、資料上,上で、歴史的変遷を確定するのは難しい。 1995年頃からは、宮ャ族の祖先を死ゆとする言説が急浮上した。これは、中国古代の伝説に登場し、漢族の先祖とされる花夏民族の皇帝と自家、拓六、現在の河北省、鹿県付近で争って、自家の戦い敗北した死ゆを非漢族の代表と、みなし、死ゆと一緒に戦った旧はじむの子孫が、南方に逃げて、後に、三内になったと説く。 三内は、洋子港の中華流域にあったと推定し、北方からの漢族の圧力で、西南中国の山岳地帯に移動して、現在の宮王族になったと主張する。しかし、伝説中の三内と古代のスワやクレを構成した人々と、現在の宮王族との関連を実証する資料は、存在しない。三内、病民、優奈などの記述は、新館以前の記録にどまり、 関代の調査、武良番などを経て、宋代に至るまで、南方の人々は、番と記されている。学問的には、私有と苗族の関係は否定される。これは日高道が唱えた、中華民族多元一体格局、1988年の議論に基づいて、1990年代に中華民族の統合を強調する中央の学説や、1994年に、 中国全土に展開した、漢族主体の愛国主義の運にこうして現れた、ミャオ族の知識人による新たな対抗言説である。文字がなく口頭伝承で歴史を伝えてきた苗族には、古代と現代を結ぶ客観的資料は存在しない。しかし、民族意識の高揚に伴い、私有史祖説は、定説のごとく語られるようになってきている。 敗北した死ゆを非漢族の英雄に祭り上げ、ミャオ族の先祖は死ゆであるとする考えは、ミャオ族の知識人の間では定説化して反論することができなくなっている。ミャオ族は文字を持たず、口頭伝承によって歴史を語り伝えてきたが、まさにそれゆえに実証的な歴史とは異なる。独自の歴史意識を新たに作り上げようとしている。 中国の秋代の統治政策は、各地域の主張の世襲支配権を認めて、都市に任命して、間接統治をする政策をとっていたが、次第に現地との乖離が大きくなり、も多発するようになった。新台には紀州省など、苗族地区への漢族の移住が増え、中央が地方間の、流館を任命する直接支配に展開した。これを海イド流政策。 都市イコール少数民族主張支配を改め、流官イコール中央任命の地方間支配に返すことという、同化政策や新潮の増税に抵抗して、宮尾族は三次、1735年から1738年、1795年から1806年、1854年から1873年にわたる反乱を起こした。特に、 長州眉が指導した最後の反乱は大規模で、感動危機と呼ばれ、ミ王族人口の3分の1だけが生き残ったと思い、その後は多くの観族商人が現地に入り、林業を中心とした商業網を確立し、ミ王族をはじめとする現地の人々は抑圧されることになった。新大末期の1902年から1903年にかけて鳥居隆蔵が現地に入り、 紀州省の苗族と雲南省の遺族の現地調査を行って、緻密な記録、内族調査報告、1907年を残し、当時の状況を国名に伝えている。中国国内での総人口は894万116人に達し、中国の少数民族としては、チワン族101、617万人、満州族1068000人、 海賊、981万人に次4番目である。居住地域別人口は、多い順番に並べると、貴州省、429万9954人、湖南省、192万1495人、雲南省、104万3535 35人、重慶市、50万2421人、厚生地湾属自治区。 462,956人、湖北省、214,266人、四川省、147,526人、関東省、126,06人、海南省、61,264人、石膏省、53,418人、チャンス省、22,246人、福建省、22,065人などである。 山間盆地や斜面に集落を営む山地民である。焼き綿を営んで、おかぼや畑作物を作って、移動を繰り返してきた人々と、棚田を巧妙に作って、水筒稲作を行う定着した人々がいる。ただし、中国国内の内族は、1949年の中華人民共和国の成立後に、民族識別調査を行った結果、 政府から公認された、作られた民族であり、政治的な統制と支配を行うための、社会制度としての性格もある。中国国内の宮族は、菅、倉、チベット豪族、苗、洋、八を5派に属し、3つの方言集団に分かれ、各々の自事象が異なる。湖南省西部のコーション、貴州省東南部のムー、貴州省西部と雲南省の門である。 従来は、女性の服飾の色や文様に基づいて、黒苗、白、苗、青苗、暮れない苗、花苗などと区別されることが多く、信代には、苗番図札などの図録が作成されて、当時の漢族の苗属感を知ることができる。地域で言えば、湖南西部、小西は、紅れない苗、紀州東南部、県東南は黒苗、紀州西部、県西から雲南、雲山。 平変では花苗、白、苗、青苗などと呼ばれる。黒苗もスカートの長短から長中苗と短中苗に分かれる。後者の自称はが脳である。看護表記の苗族は各集団の自称に近い総称であり、民族識別によって多様な人々が苗族の名称でまとめられた。民族識別は1953年に始まり、 54年に38の少数民族を確定し、65年に1 5 1982年に2つの少数民族が加わり、現在の中国は55の少数民族と圧倒的多数の漢族という総計56の民族から構成される多族国家とされている。民族識別は、スターリンが提唱した言語、地域、経済生活、文化に現れる。 心理素質の四つの共通性が基準とされたが、問題点も多い。中国における民族概念は政治性を帯びており、作られた民族の性格が強い。中国国内のミ王族について考える場合、中国の古代から近代の歴史文献上でないと記述されている人々と1949年、 中華人民共和国成立以降の民族識別で、内族と認定された人々とを区別して論じる必要がある。現在の宮族は、産地で上畑や焼畑を営む人々と、盆地や平野で水稲工作を営む人々に分かれ、分布は広域にわたり、他民族と高度を住み分けたり、雑居する場合もある。焼畑を営む人々は、 移動が盛んで山伝いに移住した結果、現在のラオス、ベトナム、タイにも同系統の言語や類似する文化を持つ人々が生活することになった。焼き綿農耕に伴う移動に加えて、新軍の厳しい討伐や弾圧のため、19世紀には多くの門族が東南アジアのベトナム北部、ラオスタイミャンマー、ビルマに移住していった。 20世紀に入り1936年7月1日に実施された普通院総督負荷の国勢調査ではベトナムで78,400人、ラオスで47,000人の門族が数えられた。その後の各国政府統計では1970年、ベトナム北部で28万5,000人、1968年、ラオスで15万8,000人、1965年、 タイで5万3000人となっている。1968年当時のラオス政府による人口統計では全ラオス人口280万人のうち15万8000人がモン族であった。インドシナ戦争時、モン族の一部はベトミンと協力し、別の一部はフランス軍に協力した。ベトナム戦争時、ラオスの共産化を防ぐため CIA がモン族の一部氏族を雇い、 家庭とラオと戦わせる部隊に編成した。この兵力は1961年には9000人だった。最盛期の1967年には、ラオス王国軍6万3000人に対し1万5000人の部隊となった。負傷や戦死、脱走で兵力が減ると、門族以外の王国軍や大軍からの増援補充人員の割合が増えた。 1970年、部隊は1万2000人であったがその半数は、門族ではない王国軍、大軍などからの増援、補充だった。1974年末、部隊は解散し一部は王国軍に吸収された。門族の別の氏族は、パテトラーオと共に戦ったので、同じ民族間でも戦った。1967年から1971年の間、 ウハモン族は戦死者3772人と負傷者5426人を出した。1962年から1975年の間、ウハモン族は12000人が戦死した。パテートラー・小川のモン族の死者を入れると、1975年までにモン族全体から約3万人が戦死したと言われる。ベトナムからアメリカの撤退ゴラオスは共産化し、米側についた。 モン族の数万人が大量内に移住し、長期滞留でタイ生まれの二世人口の増加や麻薬の問題が深刻化した。2005年現在、ラオスには46万人のモン族が在住している。中国南部からベトナムラオスに定着したミャオ族は19世紀末にはタイに南下してきたと考えられている。タイでは大まかに青ミャオ族。 白宮尾族が移住しており、言語、伝統以上、風俗において違いがある。1960年、タイ政府の宮尾族人口統計では、青宮尾族26,400人、白宮尾族19,200人であった。1960年代から70年代にかけて、タイは北部、北東部の反政府ゲリラに悩まされたがこれは、宮尾族を中心とする。 山岳少数民族が主体であった。1967年には、チェンライ県で、ミャオ族集落が、関権に焼かれた事件を機に、政府軍と少数民族との間で、住民数万人の強制移住を伴う、大規模な武力衝突に発展した。政府軍は、反乱を鎮圧するため大砲とナパームを用いて、北部諸県の山岳部ミャオ族集落に空爆を行った。 一連の反乱、相当作戦により、双方に数千人の死者を出し、大量の難民が発生した。1971年にはタイ国内5カ所、ターク県、ナーン県、チェーンライ県、ピッソヌローク県、ペッチャブーン県に難民キャンプが作られた。こうした反乱では、共産主義者が村で武器の使用方法を教え、男子をゲリラとして訓練し、存続組織を 共同組合的に変えていたことなどから赤色目、お判断と呼ばれている。ペッチャブーン県カオコー山頂の旧激ギラ総の、前線基地跡は現在では、記念公園となり、撃墜された、偵察機やヘリ、装甲車の残骸が展示され当時の衝突を、物語っている。1975年ラオスから、アメリカ軍が撤収した後、アメリカ軍に協力したウハモン族は隊へ逃れた。 タイでの長期滞留により、タイ生まれの二世人口増加や、麻薬の蔓延が問題化した。タイの難民キャンプ生まれの者も,も含めると、現在まで10万人近くが、海外に移住した。移住先は、アメリカ、フランス、オーストラリア、カナダ、フランス領ギアナなどである。内訳は、以下の通り。2006年の調査ではアメリカでの文族人口は21万人と、 なっているがこれは、アメリカ生まれの2世3世を含む数字である。合衆国内では、カリフォルニア州、ミネソタ州、ウィスコンシン州などに、コミュニティが存在する。ミネソタ州のミネアポリスセントポールが、集中地で、文文化センターが1992年に設立され、世界各地の門族を結びつける役割を担っている。クリーント・イーストウッド監督の映画、グラントリの 2008年にはアメリカでのモン族の様子が描かれている。カリフォルニア州ではサクラメントフレズノに、ウィスコンシン州ではミルウォーキーにモン族のコミュニティがある。独自の言語を持ち、ミャオヤオ語族、モンミエン語族とも言うに属する。この語族に属するのはミャオ語ヤオ語以外には中国東南沿海部、福建、石膏方面に居住し、 八オ族と文化的つながりのあるシ族の言語だけである。住む国によって中国語やタイ語などに通じている場合もある。中国国内のミ王族は以下の3つ方言集団の死刑に分かれている。ミ王族の多くは全てのものに霊魂や生命が宿ると信じ、木、岩、山、川、泉などを崇拝する。祖霊や祖先の祭祀を怠らない。 毎年旧暦10月頃の海や辰日を、年越しの日のない年、のんにゃんとして祖先に感謝する祭りを行う。男性は、足章、キーを吹き、女性は、華麗な銀飾りと、豪華な刺繍の衣装を着て舞う。この時は、男女の自由恋愛の機会でもあり、ユーファンと呼ばれる歌掛けで感情を表現した。奇襲賞の検討難の高炉山で、旧暦6月19日に行われる、 チーピエ、山に登るの祭りは有名で、たくさんの若い男女が歌書きに集まる。また、県東南では、13年に一度の大きな祖先祭祀である、のんを父兄氏族が合同して行い、大量の水牛や豚を釘して、祖先を祭る。ノンとは、食べる、には、鼓の意味で、祖先の霊魂が宿るとされる、風光寺から作った、ひつみを叩いて、 祖先の霊を呼び戻して交流する。銅子を使用することもある。剣刀南の宮族の間では、カエデカオリジュから生まれた、蝶々の名パンメイルが、十花の水宝と恋愛して十二の卵を産み、そのうちの一つから人間が生まれ、他の卵から生まれた竜や水牛と兄弟であるという、創世神話が語られている。その後、人類は、天上の雷神と争い、大洪水を起こされ、 氷炭に乗って兄と妹が生き延びる。兄と妹が結婚して、兄弟子祖神は、その子孫が現在の宮尾族になったという。論入は神話にちなんで、長長や兄弟子祖、祖先や死者の霊を祭り、再び東方にあるとされる究極の故郷に送り返す祭りである。一方、秋代や神代には、漢族が流入し、漢家によって、道教や、 仏教の影響を受けた地域もある。また、19世紀末から、キリスト教の布教活動が活発化し、紀州省西北部の石門館は1905年から、プロテスタント布教の拠点となり、ミャオ語の文字が作られ、聖書も刊行されて、急速に回収者が広がった。ちなみに、ミャオ語の聖書は、日本の横浜で印刷されている。しかし、中華人民共和国の成立。 1949年以後、大躍進や文化大革命などを経て、宗教は弾圧され、民間信仰は、迷信活動として禁止された。宗教や祭祀などは、改革開放が本格化した1980年代半ば以降に復興してきたが、現在は民族観光に利用されるなど、文化の商品化が進んでいる。 西欧の学者は、ミャオ族の思考を、精霊信仰の概念で説明しようとしてきたが、進化主義の観点に立つ、原始宗教のニュアンスが、あ、低く見下す、価値観を払拭できない。アニミズムの概念を見直し、現地の見方による、世界観、宇宙観の提示が求められる。以下では、特にタイのミャオ族の精霊信仰について述べる。タイのミャオ族は、 中国文化に影響を受けた、精霊崇拝を行っている。さらにシャーマンによる儀礼を持つ。タイのミアオ族は大きく白ミアオ族と、青ミアオ族に分けられるが、信仰は似通っている。世界観は、影界と妖怪によって構成されており、さらに展開を付け加える場合もある。影界は、精霊と死んだ者が行く、あの世のことである。ミアオの信仰において、あの世は、 山の中もしくは地下にあると考えられている。妖怪は精霊と人間の住むこの世と考えられている。精霊は基本的にダーと呼ばれるが様々な種類と呼び名がある。多くの場合、米を主食とし、野菜、肉類、魚などを唐辛子、塩、酢などで味付けした副食とともに、ついたち三食食べる。独自の料理はつゆであろう。 漢族の料理に似た炒め物や蒸し物、魚の唐揚げなどの揚げ物もある。年中行事の祭りの日や結婚式など、お祝いの日には、もち米で餅を作る習慣があり、草木汁で骨式に色付けして食べるところもある。酒で客人をもてなし、即興の歌を歌って接待する。豆類も重要な食品で、納豆も食べる。日本の慣れ寿司に似た発酵した寿司を食べ、 祖先祭祀には必ず備える。蕎麦も作り、唐辛子と醤油の味付けで食べる。ミャオ族独自の正月の内年には、餅米で作った餅と飯と酒に、豚料理を用意する。1990年代以降、紀州省の清が入り、北京など、中国の都市には、ミャオ族料理の専門店ができているが、村の料理をアレンジした創作料理が多い。 中国国内における全体人口は以下の通りである。全体の人口の内約半数が紀州省に集中している1990年。その他以下の省が中国国内のミャオ族の98%が住む地域となっている。ミャオ族の中には数千人単位で北京、広州に移住した者も,もいる。一方タイ、ミャンマー、ラオス。 ベトナムなどには100万人以上のミャオ族が住んでいる。自治州自治県なお以下にはミャオ族が多く住んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。